こいつやべえと思わせろ。どんなに殴られボロボロでも、それがかっこよくなる瞬間が必ず来る。諦めなければ負けじゃない。メディアのあり方に疑問を感じることは多い。関係のない外野が他人のことで騒ぐことにも疑問。週刊誌などに載っている情報も、短い期間世の中で話題になるような話も、大概のことは別に己には関係のないどうでもいいこと、他人が騒ぐことではない。ネットでの声で、ガクトは何をやっているかわからない、何で稼いでいるかわからない、怪しいと言われることもあるが、それでいい。ガクトにホワイトな人間だという印象は全くいらない。むしろ必要ない。健全な人間だと思われてしまえば、ちょっとしたことが大きなリスクになる。何やってるかわからない危ない人と言われてるぐらいがちょうどいい。何かしらの問題が起きてもさらっと流せる。ガクトだからしょうがないじゃんと。他人の言葉をやたら気にする人、お前はどうだ。それほど周りの目を、どうでもいい言葉を気にして生きていきたいか。お前はお前、周りを気にしても、お前の人生においてプラスに働くことはほぼない。これは逆もしかり、誰かの人生を気にすることもまた、お前にとって何の意味もない。